よろしくお願いいたします。では続きまして、総合政策官の方から給付対象について、ご報告させていただきます。しばし説明させていただきます。給付対象の策定にあたりましては、昨年8月4日、若者の視点から当クリエイト部会の委員の皆様からもご意見をいただきまして、策定作業に当たったところでございます。この場をお借りしまして、改めてご協力いただきましたことに対しまして、お礼を申し上げます。どうもありがとうございました。それではお手元にご回答の資料、徳島教育大綱の方をご覧ください。意見交換会においていただきましたご意見ご提言を踏まえまして、大綱に反映させていただきました内容、主な内容につきましてご説明させていただきます。まず1ページをお開きください。大綱の趣旨でございます。この大綱の趣旨の取り組むべき課題におきまして、おもてなしの心を育むことが重要、ふるさと徳島の歴史文化を継承していくことが必要とのご意見をいただきまして、下から2段目にでございますが、本件においては遍路分解を接待を通じて育まれたおもてなしの心など、人を大切にする歴史や風土、またハワイの時代からものづくりの伝統に脈々と受け継がれてきた紳士の気質に満ちた県民性がある、この歴史と風土、気質を引き継ぎ、さらに進化させることにより、本県の宝である人を学校、家庭、地域のみならず、県民挙げでまさに虚偽一で育むとともに、子どもたちが持つ無限の可能性をしっかりと花開かせ、誰もが夢に向かって挑戦でき、努力が報われ、主役になれる徳島の実現に向け、未来を見据えた教育の充実、効果的な実施に取り組むことが重要であるというふうな記載としております。2ページ目をお開きください。2ページ目の教育行政推進の方向性では、夢のある教育を行うため子ども目線で取り組むことが重要、子どもの自主性を踏まえ大人が枠に入れない子ども目線の教育が必要などのご意見をいただきまして、上から5行目でございますけれども、常に子ども目線に立ち県民と共に考え共に育むという記載を入れさせていただきました。この子ども目線という点につきましては、議会におけます総務委員会においても重要な視点として評価をいただいているところでございます。この教育大綱につきましては、地域の実情に応じ施策の目標や根本となる方針を定めるものでございまして、個別の施策を定めるものではないということで、具体的な施策としての記載はしておりませんが、いただいたご意見を参考として重点項目に取りまとめた内容についてご紹介をさせていただきます。5ページをお開きください。特別支援教育に関する、ご意見をいただきまして、上の丸でございますが、障害による困難を克服し個性輝く自立を支援ということについて、また6ページをお開きいただきまして、ICT の利活用に関するご意見をいただきまして、下の丸でございますが、全国屈指の光ブロードバンド環境を活用した教育の推進、8ページでございますけれども、災害発生時の若い世代のボランティア力が非常に重要とのご意見をいただきまして、地域防災を担う人材の育成について記載をしております。また社会全体で教えていく教育が必要、自分の強みが何かを言える教育をとのご意見をいただきまして、11ページをご覧いただきたいと思います。中ほどの丸でございますが、地域総ぐるみの子育ての実現、次のページでございまして12ページ一番上の丸でございますが、豊かな心の育成について、から、国際感覚を養う必要がある、東京オリンピックに向けたジュニアからの一貫指導が必要とのご意見をいただきまして、17ページをご覧いただきたいと思います。17ページの、上の丸でございますが、徳島発世界を体感できる環境づくり、次のページ18ページでございます。上の丸、世界で活躍するスポーツを徳島づくりについて記載をさせていただいております。なお、22ページにつきましては、8月4日意見交換会においていただいた主な意見を掲載させていただいておりますとともに、隣23ページには各委員の皆様の名簿を掲載させていただいております。
今後とも知事部局と教育委員会が密接に連携しまして、教育大綱の基本方針であります、徳島の未来を切り開く、夢あふれる人材の育成に向けまして、しっかりと取り組んでまいりますので、引き続き、若者クリエイティブ会皆様のご支援、ご協力につき、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは続きまして、理事に移りたいと思います。本日は男女共同参画社会をテーマに意見交換をお願いしたいと思います。それではまずはじめに事務局から、共に輝く新未来徳島創造プラン仮称徳島県男女共同参画基本計画第3次の骨子案について説明をお願いいたします。男女参画人権課長強弁でございます。昨年の総合政策課の立場で大変お世話になりました。本日はまた今の立場で参加しておりますのでよろしくお願いいたします。座って失礼いたします。右肩に資料1とあるものから何点か資料がつながっておくかと思います。まず資料1をご覧いただければと思います。共に輝く新未来徳島創造プラン仮称ではございます。骨子案としております、これは1月に、男女共同参画会議の県の審議会の方にお示しをした骨子案をそのままお付けしております。現在これをベースに肉付けをした草案ということで、今月中に、まだ参画会議にお示しするべく今取りまとめをしているところでございます。現在作業中ということで骨子の段階で本日ご説明をさせていただきます。この計画につきましては1位のところにもございますが、徳島県の男女共同参画基本計画、これは、男女共同参画社会基本法という法律に基づいて県が、策定しているものにございます。これが、今の計画が第2次計画、24年度から28年度、来年度までの5年間の計画となっております。本来ですと、ですから来年度に、次の計画の策定にかかるのですが、今回2行目にございますが、女性活躍推進法、昨年度国によって成立をいたしまして、これに基づきまして新たに女性活躍の推進計画というのを県がまた作りなさいとなっております。ということで、このタイミングを合わせまして両2つの、法律の計画を一体的にもこの際策定してしまおうというところで、若干スケジュール感を前倒して現在作業をしているものでございます。女性活躍推進につきましては報道等でもご存知の部分あるかと思いますが、後ろにまで概略をつけておりますのでまたご覧いただければと思います。この計画の計画期間につきましては、来年度28年度から3か年間とさせていただいております。基本目標といたしましては、多様な生き方、働き方を実現できる豊かで活力がある社会の創造ということで、4つの、将来像を、お示しをしておるところでございます。計画の体系としましては、3つの基本方針、ローマ数字の、1から3の部分ごとに、丸数字の1から9を3つずつ主要課題として続けておるところでございまして、このうち、編み掛けをしておく、下の9つの主要課題のうち、編み掛けをしております2つ、丸1、丸2が新しい女性活躍推進法に基づく推進計画として位置づける、理由としておるところでございます。裏面に、その各体系ごとの、主な、具体的な取り組み内容のイメージを例示をしておるところでございまして、上から上、ざっくり申しますと、一番上では、女性のキャリアアップですとか企業総合への支援、またテレワークなどの新しい働き方の創出などを続けております。で、丸2ではワークライフバランスを中心に、特に男性の、参画促進での問題を重要視しておりますので、それを引き続き取るということでございます。その他、丸3以降は従来からの計画をベースに、若干再構築としておるところでございます。大きく3本柱で9つの課題それぞれに、取り組み項目をぶら下げる形の計画ということで現在策定を進めておるというものでございます。続きまして横中の資料にございます。これは今の2次計画と今回の計画の対比ということで、これは説明は割愛をさせていただきます。資料3、左閉じの部分ですが、これが、今回の策定にあたりまして、現状分析というのは、
まあ、ここはまだちょっとコンペーパーとしてはざっくり作っておりますが、まあ、現状分析のあらましをつけておるところでございまして、まあ、まず取り巻く状況として社会情勢の変化、特に人口減少社会と少子高齢化、また国が、まあ、ご承知のように今現在安倍政権によって女性活躍というのを一丁目一番地に置きまして取り組んでおります、そういった流れを書いておるところでございます。また県民意識調査の結果なども、まあ、お示しをしておるものでございます。で、取っていただきまして、さまざまな指標からの現状分析ということで、まあ、これもまあ主なものだけでございますが、指導的地位に占める女性の割合、これにつきましては、まあ、本県、まあ、党若者クリエイティブ会を含めた県審議会における女性の割合、これは 50.2% ということで、全国で唯一 50% に到達をし、8年連続1位ということでございます。ただまあ一方でその他の分野、市町村の審議会ですとか地方議員ですとか、まあ、民間を含めた管理職といった数値はまだまだ、10% 前後というところがあるというのでございます。あとまあワークライフバランス、育休等につきましては、まあ、そういった、記載のような状況です。今男性の育休などは、まあ、今の二次計画におきましても 5% の取得目標を示しておりますが、まあ26年度で 1.9% というところで、まだまだの人も多くが示されています。あと、まあ、女性の就業状況につきましては、本県比較的全国なんかでは高い位置で、いわゆる M 字カーブについても浅いということで、まあ、比較的、女性の皆さんが両立をしながら働いていらっしゃるというのは伺いますが、まあ、ただ男性と比べるとまだまだ違うという状況。あとまあライフスタイル、これはまあ大きな課題となっております。初婚年齢ですとか離婚率といったことをお示しをしております。あとまあ女性活躍の一方で暴力といったものも重要な課題となっておりまして、まあ優遇の相談件数等をお示ししているというものでございます。3ページはこの現行の二次計画の追加目標の達成状況でございまして、まあ、24、項目をついておりますが、まあ、達成済みが14、まあ、未達成が5で、まあ、計画が来年度まで残っておりますので、まあ、現在の推進状況が5項目ということで、まあ、未達成の仕様につきましては備考欄にございますが、地域子育て応援公園内の結成数ですとか病院病院保育の仕様の仕様などが5項目が未達成になっているということでございます。まあ、こういった点を改めて検証し直して今の計画に反映してまいりたいと思っているところでございます。最後に、まあ、参考として、先ほど申しました、女性の職業生活における活躍推進に関する、いわゆる女性活躍推進法の概略と、あと、今回、昨年12月に国が策定、閣議決定いたしました第4次男女共同参画基本計画、まあ、これが県計画の、まあまあ、ベースになる部分でございますが、というのが概略計画の概略を、お付けをしているところでございます。まあ、以上、あらあらご説明をいたしましたが、まあ、本日皆様方にお願いしたいのは、まあ、計画の骨子案をお示ししておりますが、あまり、まあ、この枠内にこだわることなく、まあ今女性の活躍というのが大きな社会的な問題課題となっております。まあ、そうした部分で、まあ、特に若者クリエイティブ界の若い世代の皆様方から、まあ、女性の活躍あるいは男女共同参画といった面件について、まあ、自由に、まあ、この計画にとらわれず、フリーにご意見を交換していただきまして、それをお聞かせいただければと思って、本日参加させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは皆様からご意見を伺いたいと思います。男女共同参画という観点から、どなたからでも結構ございますので、お願いをしていきたいと思います。どうするんですか。ん？いや、じゃあいつもの通り岡田さん、岡田さん一番にじゃあちょっと、ご意見いただけませんでしょうか、岡田さん。はい。お願いします。まあ普通にもこういうのあったらいいよねっていうようなところで。あ、もちろんそういうところです。はい。ちょっと僕もその実際ちょっとあまり明るくない分野ではあるんですけど、例えば。まあ、僕も子供が、まあ、2人目生まれて、で、まあ、妻もちょっといろいろ家事だけでもきついということで、そういったお手伝いさん的な人たちって何かこう
多かったりします。何か意見、誰か持てる方いますか？いいと。サポートセンターっていうところに登録をして、で、まあ、お手伝いさんではないんですけど、近所の人をこうマッチングしてもらえるんです。でそこに時間で預けるっていうのを、まあ、親御さんが近くにいなくて、どうしてもっていう方は、ファミリーサポートセンターを利用している方が多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、それも連れて行ったりしなくちゃいけないし、前日とか、例えば前々日とかまで予約をしなきゃいけないので、急にお願いとか、急にもっと長い時間お願いしますっていうのはちょっと言いにくかったりもするので、うん、お手伝いさんよりは自由度が少ないかもしれない。もしもそのホームヘルパー派遣事業っていうのをちょっと何年か前から始めてやってるんですけど、まだあんまり周知されてない。実はでも、まあ、そんなこうがっつりじゃなくて、ワンポイントとかなんで、その来てくれてるからもうフルタイムで働きに行けるよとか、そこまでの支援にはなってないんですよね。民間ではどうなのかな、民間でそういうなんかないですかね。民間で聞かないですか、逆に聞かないですか、民間のなんかそういう子育て、はい、まあ、例えば港区では、はいはい、まあ、行政の下に民間が入って、で取りまとめをして、まあ、何時間とかっていうのをすごい安い金額、まあ、それは行政をサポートしてっていうんですけど、形に似てるか、そういう、まあ、仕組みを取ってて、で、まあ、割合近所の人が逆に来てくれるんで安心感があって、コミュニケーションを取れるようにして。それは1時間おいくらぐらいで来てくれるんですか？1時間1500円か。安いですか？結構高いと思います。すみません。今ファミリーサポートセンターで700円ぐらいなんですけど、やっぱりそうなると、まあ、時給700円以上稼がないと意味がないですし、送り迎えの時間考えるとプラスアルファかかるので、まあ、結局どうなんかなって、その700円は高いと思うんです。それが400、500円だったら、まあ、例えばですけど時給1000円分ぐらいあったら半分ぐらいが残るじゃないですか。700円だとやっぱりほとんど残らないのが実情じゃないかなっていうのがあるんですよね。行政のこの先言われとったその金額的なもの、今のファミサポのお話をいただいたんですけども、逆にちょっと金額で、ファミサブに似たような気持ちですけど、イメージは、まあ、似たようなことだろうと思って。お母さんの関係は、趣旨としてはなんか、いやいやいや、全然、まあ、いい考えで、はい、逆に言うとがどこに、まあ、どういう形になっているのかなっていうのが知りたかったのと、まあ、それが本当に何百円かの負担でできるようになれば、当然こう外に出る機会も増えるだろうし、まあ、精神的な部分もサポートされるだろうしっていうようなところが、逆にこう民間的な、まあ、お母さんに聞きたいんですけど、民間的なあれで、その、まあ、行政のその下についてどうこうじゃなくて、民間的なサポートのそのシステムというか、そういうビジネス的な、逆にちょっとお伺いしたんですけど、そういうのは何か情報ないですか？最近ちょっとよくあるのが、はい、本当にこうこの仕事だけをお願いしたいとか、なんか洗濯物を干すだけとか、ご飯を作るだけとかっていうようなこうコンテンツがあって、それをなんか選択して来てもらうっていうビジネスはなんかあったりします。あ、そうだ、最近なんか見たらシルバー人材センターで、うん、まあ、ターンテーブルみたいなと思うんですけど、それこそ奥田さんおっしゃってるように風呂掃除だけ、うん、このシルバー人材センターに来ていただいて、で、まあ、少しでも家事の負担を減らすみたいなことがを、まあ、活用しながら、まあ、共働きを維持していくみたいなことのライフスタイルを紹介したいんですけど、
シルバー自分の選択は徳島とかでそういう配慮活動もあるんですか。徳島って言うのは徳島の情報がありますよ。シルバー人材転換徳島県にありますか。それってあるんですけど、例えばその人が来てくれるときに自分は家にいなきゃいけないですかね。カウンセラーもいない状態、いない状態で僕だけ掃除してもらっているちょっとすみません、そこまで詳しくわかんない。そう、シルバー人材、高齢者のあれなんで、シルバー人材のイメージだと、まあ、正直、はい、まあ、今福島さんがちらっとおっしゃったとおり、その、まあ、草刈りとか、ね、まあ、庭のね、はい、あのちょっと 時給を払って、はい、していただくというイメージがあったので、はい、まあ、行政されてるのはその徳島県としてはそのあのファミリーサポートセンターの、はい、あるいは各東海南北を集めてやられてるというイメージが強かったのと、はい、それとまあやっぱり まあ、田舎ではやっぱりばあばさん、じいじさん、おじいさん、おばあちゃんが、まあ、協力してやってるなというイメージがあったので、ね、はい、その方が来てる時っていうのは、もう皆さん留守にしてるんですか。あの留守にする時もあるんですよ、完全に。留守、そうそう、まあ、まあ、友達だから信頼できるっていうのもあるし、はいはい、あのまあ、芸能人の宅とかも結構入ったりするので、ケースがこう、まあ、信頼できる方であれば、別に鍵を、まあ、チャンスでロック入れてるとか、うん、余裕できますよね、そうすると。いや、もう本当に気持ち的な余裕と、本当にそれがちょっとあるとないとで、全然負担が違うっていうか、で、その余裕が企業だったり、いろんなアイデアをやったり、まあ、社会に出ていくっていうことのきっかけになるかなと。まず余裕を作ることが大事かなと思います。アメリカの何ニンナーさんでしたっけ。何さんみたいな感じですよね。ベビーシッターさんで、個人的にお家で契約されるの友達の友達が来て、若い子、学生さんが来て、自分たちを受けられるので、その中でちっちゃい子のことをお使いでって、海外とかいろいろ事情を見ると、あの女性がめっちゃ会社員するとかですけど、それこそ今まで行きましたけど、でもかなり女性がこう10年コースについて、こう本当にこう増えたのかなという状況があるんですけど、やっぱりそれ支えてるのって、あのそれこそお手伝いさんだったりするんですよね。女性とか家の人とかもすることをされる方がいらっしゃるんですけど、日本の女性を使うときに、例えば自分の家に住んでる人がいないときに会ってもらうっていう、そこの感覚がなかなか難しいんじゃないかなと思いました。もちろんね、お母さんがご知り合いだったらいいんですけども、でこう赤の単位にこう家に出るっていう、そこのハードルがまださらにこう、いいふうにすればいいんですけど、マイナスで働いてる場合に入るのかなと思って、そこをうまくすることがありますか。そのことでまずマッチングをしてから、そこからっていうのが、このステップ多いですけど、先ほどの徳島県の外国人の方の、近藤さんに聞きたいんですけど、この逆にそのサポートの、そういった、まあ、働く場のそういった紹介とか、そういったなんかサポートセンターとか、それはないんですけど、はい、どのように、指導して来るかと言われるか。今一番取られてるの研修ビザなんですね。1年ぐらい以降、だから企業さんでも研修目的で来られているという方が多いと思うので、世代さんでくるのは別の、ビザ関係の新しい法律が出ていると思うことは、ビザから買えなかったことになるんですか。そうですね、たぶん外国人の場合は、その賃金なり、やっぱり収集に関しては、いろいろと問題があると思うので、そこはハードルをしっかりクリアしてるのと難しいの、うん、まあ、なんかそういう今流行りの C2C のなんかこう、まあ言ったらね、ちょっとグレーなことで、できるなら広がって、まあ文化として広がるとか、そういうんであればいいと思うんですけど、ただやっぱりちゃんとやるとすると企業が絡んでいかないと難しいとは思います。あるいはまあもう実際外国人労働者を、うん、
雇われている方が、まあ、スコットで。そこまでこう金額的な問題ですよね。需要とその、ね、賃金バランスとそれがあるかどうかですよね。でも自分的にはその、まあね、気持ちを余裕を持たすという視点で言うとやっぱり非常にいい発想かなと。やっぱり、まあ、日本人がラッキーのおかしいかもしれないですけど、まあ、もっと付加価値が高い、要はその徳島県を思う気持ちが高いとすれば、その人たちに社会に出てもらった方が価値が高いと思うので、まあ、本当に賃金だけを欲しいっていう外国人の方がいらっしゃれば家に入ってもらって外に出ていくっていうのは考え方としてはあるのかなと思います。はい、ありがとうございます。いきなり大きなあれで、はい、本当に始めてありがとうございます。はい、というふうに進んでまいりますので、今のように皆さんご意見と皆さんよろしくご意見をお願いしたいと思います。また小田さん、最後何かあればまたご意見いただきたいと思います。はい、では小田さん、お願いします。そう、僕ですか。はい。もう正直、このテーマ、苦手なテーマで思いながらやってきたんですけど、まあ、男性目線で言うと、まあ、どっちかというとその奥さんが例えば子育てしたら、まああんま手伝えてないとか家事もできてないとかそういう身につまされるとかあるんですけど、まあこのどちらかというとそのイクメンとかそういう人たちこう男性が協力していくっていうのをもっと応援できるようながいるんかなっていう、まあ自分でもその、まあ、周りにそういう人がおったら、まあどうぞどうぞやってくださいよってはなるんですけど、まあそれってやりたいって言ってき自分でやりたいみたいな人はどうぞっていう感じですけど、積極的にあこいつ子供できたし早く帰って面倒見るとか、そう積極的な働きかけっていうのはあんまできてないなと思って、なんかこうみんなそうあんまこう自分のことと関係ないと思う人多いんですけど、ちょっとこう自分のことというか周りにそういう環境の人がおったら押していくみたいな、なんかそういうのがいるかなっていう、結構これあんま自分とは関係ないって思ってる人が多いような気がします。なので皆さんちょっとコメント誰かいただけませんか。山さんどうですか。あ、大丈夫ですか。はい、ね、ちょっと私のコメントまあ一応自分の感想なんですけど、どうぞ。はい、確認を、はい、私自身も2人の子供がいまして3歳と2歳の子供がいますけど、初めがこう子供生まれる前っていう意識が全然自分とは関係ない、確かにそういう感じでいました。ただ生まれて結局まあうちの妻も、まあ、一緒に共働きなんで共働きで働くんですけど、やっぱりこう男がやっぱり協力っておかしいんだよ。うちの場合はそれぞれ義務を与えて仕上げてね、責任分担を分担されて完全に分担し上げてね、はい、で例えば、はい、まあうちの妻の方がその送り迎えしたら僕は洗い物とか家事とか全部安全にするとかそういうふうな分担をしますけど、やっぱりこう初めてこの立場に立って応援し合されるっていうかはあると思うんです。そこだけ僕の勝手な思いなんですけど、最近ちょっとこういう話ができる人が出てきたのかなっていうのもあります。前の職場で実は育休とか方がおって、で、まあ、この方と、まあ、そういう話をしてたんですけど、やっぱり身近にこうちょっとずつでもそういう方が出てきたらそういう意識がどんどん変わってくるのかなと。自分もその経験に基づいてこう話できるし、そういう人が出てきたらだからこうしなさいとかああしなさいとかじゃなくて、自然とそういう人が出てきたらそういう気持ちになっていくんだなと思うんですけど、まあなかなかどんな自分の主観的なイクメンとかをサポートしてる組織って多くなってくる気がします。そうですね、例えばパパ会ができる場所だったり、なんかパパが子供を連れて遊べる場所、
みたいなのを整備したりとか、うん、そういうのが、だからパパが子供連れてってくれたら、まあ、あとはもう自由にできるというようなところが多くなってくれば、でパパはパパ同士でなんかいろいろ話できるしみたいなところがあって、まあ、ママ友じゃないけどパパ友を作ってね、周りがね、うん、そういう気持ちがちょっと、ね、なんとなくね、理解し合えるっていうか、夜に NHK でね、はい、こう今まで こ, うこの育児の番組なんですけど、それ全然興味なかったんやけど、そんなんでこう正直ですよ、はい、そういう見出したっていうのがあって、やっぱりこうそ経験して初めてその思うかな、あのだんだんこうライフスタイルが変わってきて、まあ、昔とだんだん変わってきて友達も増えてきて、やっぱりこうそういう方が次その管理職になっていくときに、そういう感じに変わっていけばいいのかなとは思いますけど、まあ、ちょっとずつでも。そうですね、私もやっぱり、まあ、働きながら今6歳と3歳の子供がいるんですけれども、いろんな あらゆるものを試してみました。で、まあ、うちの、まあ、一応両親が徳島にいるので恵まれてる環境ではあるんですけど、まあ、結構うちの両親自由人なんで、あの旅行行くとかどこそこ遊びに行くっていうのにパッてこう1週間2週間いない時もあるんですね。でそういう時にまあいろんなことを試してみたんですけど、やっぱりさっき言ったそのファミリーサポートセンターを登録しました。そしたら家の近所の方マッチングしてくれるんです。でもその方に預けるためにはやっぱりさっきも言ったんですけど、何日か前に連絡をして空いてますかと。 でもその人が空いてなかったらその時点でアウトなので何人かいるんですけれども、で、まあ、空いてますっていう話になって、じゃあ何時から何時までお願いします。でもう自分はあの布団も用意しなきゃいけないし、おむつもお尻拭きも着替えも全部用意して持っていかなきゃいけないし、で行った時になんかすごいおしゃれなお宅でおこととか置いてあるんですよ。でおことですか。ハムスターとか買ってたんですよ、はい、やばいなやるなと思ってすいませんってこうちょっとこう片付けてくださいとか、このハムスターちょっと手の届かないところに避難させておいてくださいって言ってる時点でもうこの700円カウントされてあそこ行ってるんですね。それでも結局なんかそのなんていうの、自分の働きに行っているのと本当にこう割に合わないというか、なかなかあの結局そんだけ苦労して1日で1000円か2000円プラスだったっていうぐらいのことになってしまったら、だんだんもうね、私は仕事好きなんでそういうの、まあ、そういう時期もあるかなと思って続けてはきたんですけど、やっぱりちょっと心折れてしまうところもあると思うんです。でまあ、逆に自分の家に来てもらうっていうパターンもあるんですけど、それもさっき言ったようにやっぱりね、あの1日留守にしてずっと追ってもらうとかいうのも、それが本当は楽なんですが、荷物とかも移動しなくていいし、おむつここにあるんで、お尻拭きここにあるんで、着替えここにあるんで使ってくださいって言って準備をしなくていいので、まあ、楽といえば楽なんですけど、まあ、家に来てもらうっていうハードルがあるじゃないですか。ってなるとやっぱりこう公共のまあ、スペースみたいなところがあって、そこに安い料金で1時間、まあ、500円以下ぐらいで預けられるっていうのが身近にあるのが一番利用しやすいのかなとは思います。やっぱり個人のお宅ってなるとどうしてもなんか緊張してしまうというか、その家のものを壊してしまったらどうしようっていうのがまずすごく思うんですよね。特に悪いんでね、うちの子が。あともう一つだけ、ね、はい、あとね、あの、まあ、時短っていう働き方が今女性復帰したらメジャーだと思うんですけど、まあ、その時短っていうなるともう月曜日から金曜日まで毎日行かなくちゃいけないじゃないですか。ゼロか何でしょう、100みたいなイメージになってしまうと思うので、こう曜日で働くっていうんですかね、月曜日火曜日水曜日だけ働く。でそれはもう本当は他の社員の方と同じように時間に縛られずに働いて、代わりに木金を働かないっていうような働き方もあっていいんじゃないかなと思うんです。でやっぱり子供を育てていると習い事ってなんか3時だったり4時だったりするのがほとんどなので、時短にしても結局は間に合わなかったりするんです。まあ、例えば4時に終わったとしても2時3時からの習い事ができなかったりするので、
曜日で決めておけば、この曜日はお母さんいないけど、まあ、木金はずっといるんで、まあ、いろんな習い事午後から一緒にしようねみたいな過ごし方もできると思いますし、その男性の育休っていうのも、あの 毎日ですか、追ってもらっても、まあ、あんまりしてもらうこともないし、あとあのなんか生まれて1年ぐらいですか、育休って。育休1年そうですね、法律では、民間の方も含めて全員育休されるのは1年です。で、公務員が実は3年取れて、で、次に言うと、今おっしゃったように、曜日ごとの働くっていうのも、公務員はそういうあの短時間勤務のスタイルがあります。あ、あるんですね、はい、それすごくいいなと思って、その1年以内毎日おられても、逆になんか 1歳になるまでって動かないし、寝ていられるし、あの免疫もあって、そんなに病気にもかからないし、まあ、あんまり逆に言うと、1歳以降の熱を出したり、動き出したりする方が大変だと私は思うんですね。私は子供は1歳ぐらいまでは、ああ、なんて楽なんだろうと思ってて、1歳ぐらいからそのやっぱ夜泣きしだしたり、病気したりっていうので、こうわーって自分の、なんていうんですかね、予定通り進まないっていうのが、1歳以降のから3歳ぐらいの方が結構大変だったと思うので、その間にその、例えば、月火水、奥さんが働いて、木金は休むけど、木金は旦那さんが休めるとか、そういうふうな育休の取り方が取れたら、なんか、まあ、習い事もできるし、どちらかが行事にも出れるし、みたいな、あの、日になるんじゃないかなと、個人的には思いました。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、いろんなご意見で、ね、本当にもうこうやってみんなで議論していくと非常に気づきが、公務員の先の話もそうだし、加藤さんの話もそうだし、岡田さんのパパの施設もあのそうだし、いろんな意見が出てきていますので、このまま突き進んでいきますね。倉本さん、どうぞご意見。はい、まあ、余談なんですけど、この代のもらったときに、男女共同参画って何だろうって考えたときに、あの、市役所に勤めている関係で、いろんな課に、まあ、配属になることがあるんですけど、今の課は違うんですけど、前の課に乗ったときに、お昼の前に、職員全員のお茶を入れていくのが、まあ、え？あんまりあの言いたくないんですけど、そういうところだったり、あの家内の掃除をするのがどうしても女性の役目になったりっていうので、まあ、そういうところのこう意識を変えていけたら一番いいのかなって。で、まあ、あの女性も多分まだ女性がそういうのをやって当たり前っていう方も置いてると思うし、逆に男性でも、うん、自分の分を自分でしようよっていう風な意識を持たれてる方もまあ方いると思うので、男性女性関わらずこう人間として意識を変えていけたら一番いいのかなという風なところをまず思いました。で、今は小松島市の話ではないんですけど、徳島でこう女性の起業家っていうのが結構割合が高いっていうのがすごい昔から有名かなと思うんですけど、例えば徳島市である阿波女っていうのを、そうなんです、ちょうど今日こんなのを聞きました。20年間やってる阿波女っていうのを、パスしていいですね。徳島市の、いや、まあ、参考に回しただけなんで、まずはどうぞ、クラムさん先に。女性 の、はい、あの起業家を育てようっていうのが多分一番の立て道があって、で、今現在で14人の社長さんとか代表とか
を入れたかなと思うんですけど、なんかこれが多分そこにあるように20周年を迎えて、なんかするんですかね。まあ、これは本を作って紹介するっていう、まあ、意味なんです。で、こういうふうに私から言うと、そういう、まあ、女性を、まあ、アート面からでも、ソフト面からでも、サポートしていけるような何かがもっともっといろんなところにあったら、女性も活躍しやすくなるのではないかなと思いました。ありがとうございます。その、黒田さん、初めのその意識を変えるという視点でいくと、逆にどうしたら、その、まあ、お茶の話とかそういったのをお聞きしてちょっとびっくりしたんですけど、逆にお伺いしたんですけど、どうすれば意識を変えられると思いますか？変えましたね。じゃあ皆さんどうする？その意識を変えるには、じゃあどうしようね。でも私も入社した当時は、はい、そのコーヒー入れる文化ありました。あ、やっぱああある。18年前ぐらいは あったので、なんか一人一人この人はミルクいるとか、はい、この人は砂糖とミルクがいるとか全部。そうなんですか。いつの間にか給湯室に、あ、それこそまあ、その女性の方で。ちょっと偉くなってというかリーダー的になった方が革命を起こしたんですけど、いわゆるコーヒーの機械をバーッと置いて、自由に。自由に。そうすると自然とその若手の20代30代 の、 営業の人とかは自分のお客さんが来られた時に40代50代の方だったらなんかね、たまたまおったアナウンサーとかにコーヒー入れてるんですけど、そうですね、20代30代の方とかで男の子の営業さんとかで見てると、はい、もう自分のお客さんが来たら自分でそこでコーヒーを入れて持って行ってるので、はい、やっぱそれ自然とそんな風にそんな機会が導入されて、はい、でも逆にどうなんですか、今の若い人とかあんまりそういう意識ないですよね、はい、例えば大学生とかでそんなこう女子がお茶組みたいな意識って大学生ぐらいだったら全然ないと思うし、そう、まあ、残ってるところもあるしっていう、だんだんね、これは消えていくのかなと思うんですけど、むしろ男性の方が女性に結婚でやってる学生をよく学生とか見てたら全然違いますよってことは、そうね、じゃあちなみに、あ、どうぞ、はい、もうこの徳島ってあの阿波女っていう伝統があって、結構その女性社長率がすごく高いっていうんで、まあ、こう20年ぐらい前からずっとやってるんですけど、例えばこういう人の会社って絶対そういう文化ってないだろうなと思って、まあ、こう女性経営者とかがどんどんできたら、まあ、もうそんな文化絶対ないだろうなと思っちゃいます。ちなみにこれは20年を機に、本を作ったんで、よかったら皆さんお買い物くださいという仕様でございました。これ、徳島市が、はい、いや、あれですか、その、これは、はい、あわかな、あわさん、え、まずそれに、はい、え、徳島市としてじゃなくて、それ、あ、市として、あ、このあわ女金属っていうのは、はい、徳島市主催で、あ、徳島市主催で、あ、自己採用、女性の起業家の人のネットワークを作って、はいはい、で、例えば大学とかで講義をしてもらって、うん、その女子の企業意識を高めるとか、まあ、そんな意識でやって、ちょうど今その女性活躍推進部はぴったり来てるなって思いながら、もっとこう若い人にも広がっていったらいいなぁなんて思ってます。あれですね、わかりました、ありがとうございます。どうぞ他に残すのに行けるんですか、行けます、行けますか、いいですか、今あと次行きましょうか、高木さんお願いします。私もあまりこう会社に協力できないというふうにちょっと日頃から感じておりますが、まあ、その中でまあ今回の会議があるので、まあ、周りの人と、まあ、職場の方とかにも、まあ、実際にこういろいろ会議に参加されている方とか、まあ、いろいろ困っているところがないのかなということで、いろいろちょっと聞いてみたりしながらちょっとお話しいただいたので、その中のとして、まあ、子どもがまあ実際病気とかになったときに、まあ、こういうふうに預けれるぐらいだったらいいんですけど、まあ、こいつも全然預けれないような状況とか、まあ、で病児病児保育とかもまあ、あるんですけれども、まあ、それもなんかこう病気の、まあ、優先順位というか、
なんか骨折ぐらいだったらなんかこう以前以前ってなんかあるんですかね、なんかイメージが恐竜とかなんか、まあ、そういうふうなのがあって、まあ、そういうふうな優先順位とかがあって、まあ、関連性はあるんやけどもやっぱり預けれなくなってあの、まあ、その状態でも受け入れて、まあ、できなかったりとかそういう事例があって結局、まあ、どちらかが休まないといけないというようなこともあるというのがヒントですね。やはり子どもを預けるっていう、まあ、施設、まあ、保育園もそうですけれども、まあ、そういうふうな公共のサービス、公的な支援っていうのが、まあ、必要だなというのは、まあ、話を聞いて、やっぱり実感しています。で、それと同時に、やっぱりこう、どうしてもそれだけでは賄えないので、もう職場として、もう子どもの番とかが必要な時に休めるような職場環境っていうのを、まあ、やっぱり整えないかんのかなと、先ほど、まあ、会員さんもおっしゃってましたけども、まあ、休み、まあ、そういう休めるフードというか、あのまあ、そもそもの組織としての仕組み作りであったり、まあ、制度であったり、そういうふうな、まあまあ、風習というか、そういう職場環境を、まあ、定期として、まあ、整備していくのが、まあまあ、例えば長期にですね、まあ、子どもが、まあ、病気とかになって休まないといけない場合もですね、仕事を辞めなくてもいいような、まあ、そういうふうな環境を定期で、まあ、進めていかないかなというふうに感じております。はい、でまあ、現状の方はね、先ほど、まあ、バンドさんの方もいろいろ制度も充実しておるんですけど、まあ、そういうふうな制度を、まあ、民間とかにも広げていって、まあ、できるだけそういうふうな職場環境、まあ、県庁も十分あの誰もがすぐに休めるような体制は取れとるとはなかなか言い難いところがあるんで、まあ、そこら辺も充実させていく必要があるかなというふうにちょっと感想になってしまうんですけど、まあ、感じております。以上です。はい、ありがとうございます。やっぱこの職場 の、ね、風土というか、それを作る視点と、それと、まあ、県庁さんは、確か、イクボス宣言は去年でしたっけ、そうですね、田辺さん、去年、そうですね、知事されて、知事、どうに、皆さん、今、東京府庁さんがやられてる、はい、総政策官の皆さんも、そうですね、されてます、コンディション、あ、そうですね、はい、あえて振りますよ、これね、必ず県庁のあれもされておるという視点でございますので。まあ、やっぱり、まあ、県の職員さんも皆さんね、やっぱり模範的な、ね、あれになりますので、ぜひとも、まあ後でまた坂東さんのところでもっと突っ込むとは思ってみたんですけども、まあ、しっかりとその制度を十分に活用しながら、やっぱり県民に、民間にもね、広げていくような施策の方向性というのは、今、高木さんがおっしゃっていただいた姿勢かなと思ってございます。他、何か皆さん、今の高木さんのご意見、コメントございますでしょうかね。ありませんか。いいですか。はい、では、さっき休憩しようか。竹井さんとかちょっとワークのちょっと聞きたいこともあるんで、はい、長くなることが竹井さんとか予測されるんで、はい、まあ、ちょっとあのここでちょっと一生休止、はい、休憩します。あえて会議やけど休憩する。はい、では、コインブレイク終了して再開したいと思います。それではですね、竹内さんからご意見の方をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、最初、僕の考え方の僕はどういうスタンスかというところからなんですけど、僕はあんまりその女性が必ずしも働くっていう、働きなさいっていうつもりは全くなくて、まあ、自由、ここにも書いてますけど、基
基本法目標に書いてます。多様な生き方って書いて、多様なんですよね。その好き、自分が働きたければ働くであって、専業主婦を否定するつもりもないし、共働きがいいというつもりもないし、まあ、逆に男性が主婦したっていいと僕は思ってます。でその上で、とはいえ、女性が働きたい、共働きしたいときに不利益が多いよねっていうところは確かにあると思うので、そこについてちょっとコメントしたいなと思ってます。だからまあこれいっぱい喋って、逆になんか専業主婦の人が居心地が悪くなるみたいなことにはなってほしくないなっていうのが一番の思います。まず案は、これ骨子案なんで、その目標とか概念的なところがすごい多いなと思って、どれも具体案にまだつながってなくて、やっぱり大事なのは具体案かなと思います。さっき岡田さんが具体案を述べられたと思いますが、そういう具体案がいっぱい出ないと意味がないのかなと思ってます。よくあるなんか民間企業で管理職の割合何パーセントにしましょうみたいな、あんなのは、結果とか目標であって、あれが方向ではなくて、あれを方向にしてしまうと、あの企業としては当たり前ですけど、能力があるから管理職にしたいわけであって、能力ない人をパーセンテージを上げるために管理職にしてしまうと、もう訳が分からなくなってしまうので、そういうのは絶対いけないです。数値目標を掲げるのは問題ないんですが、数値目標を達成するための具体案をいっぱい上げて、結果として目標を達成できてたらまあいいなというのが思うところであります。具体的な改善案ですが、僕が一番改善案として即効性があるなと思っているのは、やっぱりテレワーク、リモートワークっていうものになります。で、今僕自身がそうなんですけど、僕自身も結構在宅勤務してます。今は、2人目の子供が生まれたばっかりなので、子供の送り迎え と、夕食の買い物とか、あと夕食を子供に食べさせて、子供を寝かしつけるまでは基本的にお仕事してないんですね。だから夕方5時に1回仕事上がって、保育園迎えに行って、子供を1個寝かせる9時ぐらいまではお仕事しないんです。で、9時から再び登ってたら、9時から10時までもう1時間仕事在宅勤務です。みたいなやり方をしてます。まあ、でそういうことができるから、まあ、ありがたい、僕としてはありがたい、助かっているというところですね。まあ、テレワークがあるからそういうことができます。まあ、テレワークの一番大きいところは、場所、一見場所が自由に選べるから場所の自由のように聞こえるんですけど、最大に効果があるのは時間が自由になるということです。家でできるということなので、さっき影山さんが言われてた好きな曜日、空いてる曜日だけやることができるし、空いてる時間だけもできるんですね。子供の送り迎えとかで午後一部だけは抜けるから、でもその前後は空いてるんだよと、かといってそこ出勤しなさいって言われると、またそれの往復時間がかかってしまうから結局不可能になってしまうので、それにならないようにするようにテレワークがあれば時間の自由が確保できるので、ある程度柔軟に仕事ができる。でこれはまあ男性の面にも言えるし、女性の面にもかなり大きいかなと思います。であとそのテレワークを実現するためにじゃあどうするのっていうところっていうと、まあ、あのうちの会社がよく言っていることなんですけど、会社の宣伝にもなっちゃうんですけど、うちはペーパーレスっていうことで、とにかく紙をなくしましょう。紙があるともう会社に出てこなきゃいけなくなるので、紙をとにかく全部データをクラウドに置いて、どこのパソコンからでも見えるようにしましょうと。でよくまあセキュリティとの兼ね合いは確かにあると思うんですが、紙だったら本当に安全なのかって僕はすごい思います。紙こそコピーも取れるし、持ち出せるし、泥棒入ったら持っていかれるし、火事が入ったら焼けちゃうわけですよね。よっぽど僕は危険だなと思ってて、まあ、もちろんパソコンにはパソコンの危険性というのはもちろんあるんですが、まあ、どっちもどっちでトレードオフかなと思ってます。まあ、やれないというよりはやってみて問題があったらどうしようかって考えるというふうなスタンスにならないと、まあ、クラウド化は一生進まないのかなというところです。で、まあ、実際僕はそういうふうに今テレワークとかクラウドっていうのを使って仕事をある程度柔軟にさせてもらってます。具体的にはそのテレワークによる在宅勤務っていう制度と、あとフレックスタイムっていう制度、この2つがうちの会社にあるから僕は自由な時間で仕事ができるという形になってます。まあ、これが具体的な提案なんですが、ちょっと僕これ自分でやってる一つ困ってるのが、22時以降働けないのがすごい困ってます。22時を超えると、まあ、働けないわけじゃないんですけど、労働基準法か何かで深夜で割増賃金を払わなきゃいけないっていう多分決まりがあると思うんですよね。あの決まりをがあるせいで自分の都合で時間をずらさせてもらってるのにすごい迷惑をかけてる気持ちになってしまうんですね。働いて、9時から働き出して22時で終えようと思っても、まあ、終えられなくて23時って言ってしまうと超過の賃金が発生してしまうと、そこをちょっとなんとか
うまい方法がなんか特例みたいなので許してくれないかなと。自分の好きでずらしてるわけなんで。22時から何時までなんですか？割り箸。例えば早朝だったら割り箸。次の日の5時になったら割り箸。5時がリセットか何かの境界だったと思います。そうですね。そのもちろんあのブラック企業みたいなのがあのただでガンガン働かせられるといけないのでそれはもちろん防止しなきゃいけない。なんか工夫はいるんですけど、うん、その分しっかり夕方にきっちり休憩を取っていることとか、そのスライドさせれば22時に収まるのをこうずらしただけだよっていうのは OK みたいな、何か特別な施策があると僕自身はすごい助かるなと今やってて思っているところです。あ、以上です。はい、ありがとうございました。まあ、竹内さんのご意見で何かコメントいただけませんか、皆さん。まあ、いろんな、ね、実践されている本当の生の声を竹内さんにお聞きさせて願いましたので、ぜひ、どうぞ。スタンスのところがすごい共感できて、あの、成果、その、なんていうんでしょう、何パーセントとか何人とか達成するために、まあ、頭数ちょっと女性揃えようとかっていうので持ってくると、本当に、まあ、民間ではそれはまあなかなかないとは思うんですけど、でも民間じゃなくてこうの中でも女性みんな割り合ってとかっていうので多分集めないとダメっていうこともあると思うので、それがなんかやっぱりそのためにやるっていうのはあんまり良くないなとは思ってます。で、じゃあなんでこう女性って今こうなんていうんでしょう、上の方に登用されてないなとかっていうことをちょっと考えて、能力低いかなとか思ったんですけど、でも絶対そういうことはなくて、なんかあの大学とかでもまあ試験をすると対して女性の方が点を取れるとかっていうことがあったり、まあ、あの大学によって違うとは思うんですけど、科目によっても違いますし、なので、まあ、それぞれのなんて言うんでしょう、全部一緒のとこで並べてやりましょうっていうのはやっぱり体力的にもあの違いがありますので、まあ、個人個人の特性を生かしてちゃんと引っ張っていけるような空気作りっていうのをしていかないと、ね、あの数字だけ折って揃えていくではなんか誰もがあの最大のパフォーマンスができないと思うので、なんかそこのあたりはなんか工夫がいいかなと思うんですけど、どうしたらいいかっていうのは分からないです。どうしてこう今本当にこんな男女共同参画って言われたかんぐらい女性があの企業の中で下の方のところでいてるんだろうなっていうのを、そうだって終えられてある程度まあ自分ご自身でこう時間使えるような方々も今そこぐらいの同じ年齢の男性と比べるとやっぱり割合少ないといるぐらいでしょうから、そこでどうしてだろうなっていうのはなんか皆さん考え絶対的に時間が男性より減っちゃう部分はいかんともしがたいと思うんですよ。子供を産む時に休むわけですよね。その間男性はまあしっかり働いてたりするとやっぱりその分キャリアの差が出てしまうのはしょうがないですよ。それを差が出てる分を考慮してこの人を登用するのが平等なのか、この人がここに上に上がってくれるように何かその研修なりをしっかりして発覚させるのが平等なのかっていう、どこを持って平等とするかにもよるかなと思うんです。やめてしまうからだと思うんですよ。一回やめてしまうとやっぱり一年一年どんどんその業界ってやっぱり変わっていきますよね。それにやっぱ5年とか 休むともう5年って変わるともう全く変わっちゃうじゃないですか。で追いつけないっていうのもあるので、まあ、まあその人の体調にもよると思うんですけど、私はあのその人が復帰できる時に復帰したらいいと思うので、それが例えば最初週に1回1日でもいいし週に2日でもいいし、もう完全にゼロにしてしまわないっていう状況が大事なんじゃないかなと思います。男性目線だったんですか、これは語弊のないように言えないですけど、あの男性女性と分けた時分の差をとかいう部分にやっぱりこう会話してなくてもこう感覚で分かる部分があると思います。でそういうのが男性がどうしても上司とか社長とかその方たちはもちろんそういう気持ちで見てはなくても、やはりその男性の方が無理になってしまうようなシステムが出来上がっているのかなというふうにお話を聞いてみますので、そうするとさっき言ってた女性社長っていうのは新しい方でもっともっと掘り下げていくというのができ
業界によっては女性の方がこう有利で、ここ出てらっしゃるウェディングとかしてるとかになると、まあ、ウェディングするのは両方の2人なんですけど、やっぱり女性の結果みたいなところで、そこを聞く会社の方とかっていうのは、素敵やなと思います。機関などの視点で、その竹さんの、まあ、実際にそのテレワーク、まあ、今先ほど その22時以降の壁ですね、そのこれやっぱりまたね、その、まあ、労基と その兼ね合いとそのあられると思うんですけども、それはやっぱり逆に、これ個人の意見ですけども、やっぱりね、トータルでその週40時間 その時間の配分等の基準が確かあったと思うので、それをやっぱりその1日の区切りの中で、まあ、自由に使えるような。何かそういった制度的な、規制改革というか、そういうのは僕は逆にこの徳島だけじゃなくて日本のためにも今おっしゃったあの視点というのも大事かなと、これは個人の意見ですけども、もう本当に強く思いました。それとその、竹さんの会社の中で、まあ、僕逆に聞きたいんですけど、先進的に御社は確かテレワークのあれを全国的に展開されていると思うんですけども、まあ、どれぐらいの、逆にちょっと会社のことをお伺いしたいんですけど、どれぐらいの比率で社員が何人ぐらいおられて、どういうふうな今状態でテレワークをされているか、あとまた全体の、まあ、ミーティングというか、そういった集まるのは1週間に1回あるとか、そういったちょっと細かい視点なんですけど、そういったちょっと教えていただけますか。そうせっかくですね、会社の概略で言いますと、はい、今会社は30名程度になります。で、正社員もいれば、業務提携という形で、要は個人事業主だけどうちとパートナーを組んでいるというのを見たり、もしくは副業2つの会社を掛け持ちしている方、あとアルバイト、パートタイマーとかいろんな方がいます。トータルで30人ぐらいなんです。でオフィスは東京が本社になって、そこに10名程度いますが、他に、徳島市、僕が働いているのは徳島市の徳島オフィスってところ、まあ、岡田さんのところを借りてるんですけど、はい、徳島オフィス、神山オフィス、あと、宇都宮オフィス、東上のオフィス、群馬、パギ、北海道別海町、マレーシア、カラルプがサテライトオフィスと呼んでて、あと在宅勤務してる人はそれに加えて3人、神奈川とか、栃木、あと徳島の川内町いますっていう、もう基本どっちかというともうリモートワークが当たり前で、我々東京本社と最初言ってたんですけど、今スカイプのビジネス版、有料版のスカイプを使ってまして、そこで会議室に24時間みんなそこに仕事してる間は絶対入ります。ミーティングするときに入るんじゃなくて常に入ってるんで、パッと見れば あ群馬、あ高知、あ高知言わなかったです、高知、群馬、あ高知、あ東京、みんな顔見えます。同じオフィスにいるのと一緒なんですけど、オフィスに働いてたら隣に社員いるじゃないですか、別に会話しなくても隣にいますよね、それと同じです。別に用があるからつなぐんじゃなくて同じことか。でこれはよく監視カメラみたいってよく初めて見た人に言われる、監視カメラみたいに息苦しくないですかっていうふうに言われるんですけど、全然逆で、これがないと在宅勤務してる人はすごいストレスが溜まります。一人で仕事してる感がすごいってしまって、これがあることでみんなと一緒にオフィスに働けてるんで、私は一人じゃないんだと、特別扱いじゃないんだっていうのを与えるために常に繋いでます。繋いでてですね、何の話だっけ、繋いでて、あと働き方ですが、基本的にはもうデータはほとんどクラウドでやり取りするので、データは全て口頭で話した内容もできるだけ記録を取って、全部データを取って、その別の時間帯で出社してきた人間でも見えるようになってます。その時間がずれてるからといって、その人だけ情報がないなんてことにはならない。遅れるとかいうことは、夜中だけ仕事をしてくれるパートタイマーの女性の方もいるんですね。給与計算を夜中にしてくれる方もいます。そういう人が会社の情報がわからないということはない。その情報格差を与えない。でリモートと本社、出勤している人の差別も与えないっていうのを徹底しないと、情報格差が生まれたりとかして、結局リモートの人がなんか寂しくなってしまう、不利益になってしまうところが発生する。徹底的に潰すように今努力してます。で今そのスカイプの入っている会議室を本社って今よく呼んでます。この会議室が本社なんですよ。会議室が本社ない。これうちのバーチャル本社ですよ。ああすげえな。今マスコミとかにはよく最近も言い始めました。ありがとうございます。はい、はい、いやあえてそれ、いや先進的にされとるっていうのを僕からも実は聞いてましたので、まあ、逆にちょっと作業さんに聞いてみようかなと。まあ、ぜひそういうのがね、逆に、まあ
まあ、もちろん分野によるんですだろうけども、やっぱりそういうのをやっぱり今後県内でもねどんどん展開していく、本当に武さんとか精神的なそのスタイルかなというふうにお伺いしてましたので、あえてお伺いしたんです。他は何かコメントございませんでしょうか。せっかくですのでよろしいですか。いいですか。お母さん何かありますか。いや、それ言ってもこのここに書いてました。いや、テレワークの普及拡大っていうことだけで表現できるもの、これはまだまだ具体性というとまだまだ弱いですけど、もっと具体性を詰めない、そのために何をしていくかという、企業に対して何か働きかけるのか、こちらの方、国の方からしっかりアピールしていくのかとか。なんかテレワークの対応、逆に補助というか、この国、行政的な何か支援というか、そういうのってあるんでしょうか。はい、まだまだほぼゼロ、実はゼロ、ちょっとだけですよね。はい、法務省か厚労省かでテレワーク助成金って言ってテレワークを始めるんであれば、その機材、ランニングコストのとか最初の初期設備ですよね、パソコンのモニターを買ったりとかテレビカメラを買ったりみたいなものを最大半額助成しますよっていうのはあったりはしますが、まだまだ始まったばかりで、それを認定してもらう方のコストがはるかに高いっていうのがあるんですけど、逆にそういうのをね、もっともっと拡大していってね、それがその分野ごとで広がっていけばいい、新しい創出かなというふうには捉えるんですけども、県のその、今岡田さん言ったところに第3条のここには入ってはいるんですけど、これだけではね、確かに何のあれかなというのが、なんかそういうモデル事業とみたいなのが何件になってもいいですよ ね、もっと広がってもいい。本当オフィス見てると、なんかパッと見こう寂しい感じがするので、多分働いてる人はすごい本当にこう、見守られてる感も要は入った中でやってるんだろうなっていう感覚が、逆に近づくと近づききれないなみたいなところがカメラに入ってるかもしれない。どうですか、海外も一緒なんですよね。今、海外の視点があるんですよ、田中さん。はい、業務提携の方ですけど、マレーシア、クアラルンプール、マレーシア、ウクライナプールの方もそのバーチャルのところに入ってきます。はい、わかりました。時差もあります。でも、テレワークも同じですからね。夜働く人も朝早くから8時から働いている人もいれば、いろいろです。ありがとうございます。実体験もありがとうございました。では、近森さん、よろしくお願いします。結構、マスコミでよく言ってた、幼稚園に入れなかった人が多くて、結構、あれで、プレゼントを取ってたんですけど、じゃあなんで幼稚園に入れない待機児童が多いんだってなった時に、その、福祉さんが少ない。で、なんで少ないかというと、給料が少ない。で、幼稚園で。特殊な状況とかも私は思うんですけれども、働く方法っていろいろと思っていて、もちろんその生活するためにというのもあるんですけど、子供を持ちながら働くときに、やはり子供と自分だけ向き合うのではなくて、家族だけというよりは社会を出て、そのところでも家内に活躍をしたいと思っているので、そのところでも働き場としてならないのかなというふうにちょっと思っていて、うちの制度がわかんないんですけど、例えば幼稚園とか子供さんをこう気軽に活用できるようなスペースを、お客さんも取るけれども、そういう資格を持てない方も一緒に働いてもらうようなスペースができないのかなっていうのをちょっと思いました。個人の話が先ほど出てたんで、そういうのなのかなとかいろいろ考えてたんですけど、さまざまな理由で納得しないんですよね。やっぱり個人の方もいて、でそういう方もこう、どこの方の資格があるのかなとか、ちょっとはっきり言ったイメージはなかったんですけども、結構いろんなこうどうしてもこう知らず知らずのこう考え方が固まってしまうので、対応ってなった時にそういう方たちをこういろいろこう関係していくことで対応策がたくさん出てくると思います。で、それもしそういう考えであれば、そういうスペースにそういう方も来ていただく、お仕事として働いていただくみたいなスペースができたらと思います。確かスペース
スキップさんって NPO の、 あの東山の名前のあの、うん、あれそうだよね、確か、うん、みたいなイメージですね。そうですね、もっと大きくて、自由度が高くて、はいはい、まあ、もちろんその、管理することもそのちゃんと管理しないといけないから、うん、もちろんですけど、まさかちょっとな、ボリメンスターしゃがんけど、あ、スキップさん、あ、確か大原さん、あの次に防具入れたのか、あそこそうですよ、そうですよね、大原さん、あそこちょっと状況どうですかね、そんなあれ全然、あ、そんなんだったまあ、そういった気合いの違うスペース的なんでね、先ほどから言われておった、あ、どうぞ、保育所はね、あの徳島県は結構入れると思います。でもちろん人気の保育園があって、人気の保育園にはちょっと集中しちゃうところもあると思うんですけど、まあどこかには絶対入れると思うんですけど、あのそれになるとさっきの話になるんですけど、毎日預けるってなると、まあ、収入にもよるんですが、やっぱり4万5万かかりますよね。でそうなった時に毎日は必要ないっていう需要の方の方が私多いと思うんですよ、働き方として。で正社員でも本当に復帰されるっていう方はもちろんその毎日あの月曜日か金曜日まで朝から夕方まで預けたりと思うんですけど、ちょっとこう、まあ、パート的な感じだったり、この曜日だけ働くっていう働き方で復帰したい方っていうのもあの多いと思うんです。その賃金が目的じゃなくて、やっぱちょっと社会復帰したいっていう意味で働きたいっていう方も多いと思うんですけど、そういう方が一時保育っていう枠に来られるんですね。一時保育は週3日まで預けられるんですけど、そこの方が結構入りにくい状況になっていると思います。一時保育の方が入りにくいと。で一時保育は働いているのが理由でもいいですし、働いてないからでも預けられるんですよ。もうお母さんのリフレッシュっていう理由でもいいんですね。母のリフレッシュ、まあ、家事をするとかそういう理由でも入れるので来るんですけど、結局はやっぱり一時保育の方が人気があるので、あの理由が思いっきり働いてますっていう方の方が入りやすかったりするので、結局リフレッシュっていう理由では、はい、実質は入れなかったりするので、一時保育をしている保育園って実は少なくて、あの毎日曜日ごとに生徒さんの顔も変わるし人数も変わったりするので、毎日同じ子が通うよりはちょっと先生側からしたら大変な部分もあるのかなとは思うんですけど、私はあの曜日で働いてるので、どちらかというとこの一時保育で0歳から幼稚園入園まで一時保育のおかげで、まあ、なんとか乗り切れたので、もう少しあのその保育園の一時保育をしている保育園が増えてもいいのかなと思います。同系で人数とかもうちょっと増えてもいいのかな。ありがとうございます。一時保育もね、これ多分キャパシティの問題と多分定員あれって基準、どういうのか分からんね、こっちは分からんね、あんまり、なんか確かにこういう基準と多分定員の枠と人数の人事配置っていうのがこれ、まあ、行政的なんていかんだけど確かありますよね、それがスペースとか、うん、ポイントシステムに、そうそう、それでに、そう、まあ、僕はそんなあの医療福祉の世界の話とはまあ置き換えれんかもしれないけど、まあ、定員や入院ベッド数に対して看護師やどうだろう何人という基準、それと A ベースに応じての基準というのが必ず決まっているんですよ。ですが保育と、幼稚園とのその認可もないのが、その人員配置とスペースと、あの確かあったと思うんですけど、真面目な話聞くとね、ね、武井さん、そうですよね、武井さん、武井さん、あ、保育はね、はい、取り上がりの A ベースに入った、保育士、あの、塚本さんおっしゃったように先生が増えたら受け入れ人数がちょっと増えるっていうのもあるんじゃないかな、あるかな、うん、例えば仕方ない、でも、ちょっとお手伝いして、例えばシルバーの方とか、ちょっとこうやってみたいって方を入れるとでも増える、そういった、その、まあ、保育士だけ特化せずにそういった方も活用しようというご意見ですよね、塚本さんだけ。いいですね。
まあ、それにはまあ公共的なスペースがいるということでね、広いスペースがね、でそこに先ほど言った岡田さんの パパのあれをくっつけてやろうと、じゃあね、いや一つできた、じゃあそうしよう。ありがとうございます。無垢どうぞ。施設というか、はい、スキップは無垢行く広場になってるんですけど、無垢行くというのは、まあ、木の教育の広場ということなんですけど、はい、まあ、それは県の林業の方が、まあ、これからどんどん設置していくというような、はい、方向性であるので、実は神山市民公園になったりとか、ちょこちょこあったりするんですけど、そこをこううまくこう、トランプリキッド、やっぱそういった、まあ、組み合わせがね、やっぱね、必要ですよ ね、 これはね、単体でバーンとじゃあハードをあれ求めても今の時代ね、20箇所ぐらい設置するっていう目標に多分なってたと思う。あ、そうですか。これは言われるんですね、逆に言ったら、分かりました。ここは何か近森さんのご意見にコメントございますんでしょうか。よろしいですか。ですか。はい。では、ダンさんよろしくお願いします。はい。はい、私今まさに現役の子育て世代なので、その立場から話していきたいと思います。ただちょっと言いたいこといっぱいになってしまうと時間私も足りなくなっちゃうんですけど。いや、大丈夫。ポイント絞って、私が一番こういいんじゃないかなと思うのは、男性の長時勤務をなるべく減らさないこと。さっき竹内さんがおっしゃったようなテレワークはちょっとまた別だと思うんですけども、その職場にいる時間っていうのをどれだけ減らせるか、でそれが減らせれば当然、まあ、ね、飲みに行く人もいるかもしれないけども、その家に帰るわけじゃないですか。で家に帰ればやっぱり家がどうなってるかって見る機会が絶対増えますよね。で、私はまあ、数年前ぐらいは結構忙しい職場にいて、で去年は、まあ、実はちょっと梅田課長さんの下にいて、で育休を一月取り、短時間勤務を二月し、で、まあ、今は比較的長期勤務も少ない職場にいるので、ちょっといろいろこう勤務の体系が変わっていて、でその中で思ったのはやっぱりこう働いてる時間が、まあ、職場にいる時間が少ないっていうのは家のことをやれる時間っていうのが圧倒的に違います。それによってやっぱり子供に接するとか、その家事ができるとかいうことがもう全然違いました。それはまあ、もちろん家に帰ってもやらないで寝てたらそれは意味がないんですけども、家に帰って時間があればできる、やりたいという気持ちはあったので、それが可能になったということは私にとっては非常に嬉しいことだったんです。でじゃあそれ皆さんどうかなと思ってみると、まあ、私も自分がそういうことで割と自分の望むような形で仕事ができているというのは非常にありがたいことであるんですけど、多分県庁全体を見渡せばなかなかそうもいかない方も多分圧倒的に多くて、で、私まあ、そういうこともあったので、県庁のですね、次世代育成支援対策推進法で県が特定事業主の行動計画というのを作ることになっているんですけど、その委員みたいになっているんですけど、そこで人事課の方が説明されたのが、県庁の職員の男性職員の育休取得の目標はこれだけですっていう話をしながら、でも私たちには無理なんですけどねみたいなことを言って、人事課というのは非常に激務なところなんですよね。でやっぱりそれは一生懸命働く責任感を持って働かれてる人ほど痩せないというか、ね、そういう多分立場が多分高木さんなんかもそうだと思うんですけどね、多分あるんですよね。でそこをなんとかできない、その人たちですら育休取ろうと思えば取れるような、そういう働き方を作っていかないと、なかなかこう、まあ、女性の活躍の余地を広げるっていうのはちょっと女性に対して失礼な言い方ですけど、男性が働きすぎて仕事を囲い込みすぎて本来女性の出番でいいところまで取ってしまってるとしたら、それは男性がちゃんと引くことによって女性の場所がちゃんとできると、活躍する場所ができるっていうのも一つあるんじゃないかなと思います。でそれでいくとですね、今日配っていただいた資料、参考資料の3枚目、国のこれ閣議決定基本計画の概要の ③ というところのページで、政策領域1の ① 男性中心型労働環境等の変革と女性の活躍
だと男性中心型労働環境の変革っていうのは国が作った文章にしては非常に劇的にこう思い切って踏み込んだ表現だなと私は感じてるんですけど、多分これ内閣府とか厚労省の人たちが作った言葉だと思うんですけど、こんな書き方多分今までなかったぐらいに多分踏み込んで書いてる話だと思います。で、まあ、特にこれで言われてるのはおそらく長時間労働のことじゃないかなと、まあ、猫上ですとか他にももろもろあるんでしょうけど、一番は長時間労働でないで、それでいうと、先ほど配っていただいた資料1の、裏面で取り込み項目とあるところ、おそらくこの男性中心型労働環境の変革っていうところは、多分丸一の一つのテレワークの普及拡大など英語で新しい働き方の創出というところに多分県の計画としては取り込まれるということなんでしょうけども、表現としては多分これ割と普通の表現で、さっきの男性中心型労働環境の変革っていうほどインパクトはないのかなと。まあもちろん、ね、人局にもご事情があると私も分かるところもあるんですが、こういうこうインパクトのある表現が入ってくるとちょっとおって目を引くところがあるなと私としては感じています。まあ、具体にそうやって長時間労働をどうやって削減するかっていうのは、まあそれは政策的には多分いろいろあると思います。長期勤務をそれこそ最近の話しても割増をもっとアップすると、多分海外とかもっと高いんですよね。私も詳しいわけじゃないんですけど、まあそういう手法なり、まあ、最近のテレワークとかフレックスタイムとかうまく使いながら長時間労働、特に職場にいる時間を削っていくことができればいいのになというふうに感じています。以上です。ありがとうございます。一体的に本当的な話になるようになります。まずさんのコメントをいただきたいんですけど、誰からでもいいのでございますか。まあ、確かにその経営者の方の働き方 と、非雇用者の働き方って多分違うと思うんですね。それは当然だと思うんです。で、まあ、私はそういう意味ではその雇われている側の立場ですから、まあ、その立場で言うと今のような話になっているかなと思います。まあ、一方でその長期のもので、まあ、手当て目当てにこうダラダラ仕事するっていうような働く側にも悪い習慣が多分残っているところは多分あるとは思うんですけど、ただまあその辺も含めて制度でどうにかできればというふうに思うところはあります。うん、私もどうぞ。県の計画で見たんですけど、この徳島県って帰宅時間が日本一早いっていう情報があって、あ、そうなんですね。平均帰宅時間がなんか6時半とかで東京より1時間ぐらい早くて日本一っていうのを見て、あ、これすごいなと思ったんですけど、それでも、働きすぎっていうことですよね。まあ、私は正直その6時半っていうのは信じられないっていうのが。いや、高木さんどうなんですか。高木さん、あえてくるんですよ。高木さん、どうなんですか。県があれとしよう。まあ、先ほどの、いや、帰宅時間の、多分あれなんですね。ほんまの通勤時間も含めて、なんか見たような気がするんですけど、徳島早いなっていう。あ、ちんこ裏拍子。ちんこそうじゃない。ありましたありましたね。6時。京都でないですか、確率が。ウエスト東京のやつやね、確かに。見ました。ここ10時ぐらいだったら、普通にちょっと着いてました。まあ、私も、勤務時間の表現は賛成です。勤務時間の締めちゃう、長期の締め。いや、逆に社長の立場で、小川さん、社長の立場だとどうなんですか。いや、もう今のご意見、強制してるつもりはないんですけど、どうぞ。まあ、でも、なんかそこの、その経営者側と従業員側の認識が、やっぱりちゃんと取れてない部分があって、まあ、気づいたら働いてるっていうことになってる。でも基本、女性は早く帰ってるんですけど、ね、ああ、多分その辺はやっぱり男性は、その家に例えば家族がいてもそこで任せておけばいいって思うからこそ働けるっていうところがありますよね。だからそういう意味では男性と女性でそもそもこう、まあ、時間を基準にして考えるならその手持ちの資本が違ってるわけですよね。不公平ですよね。その意味ではそうなんですよ。そのスキルアップっていう意味では
青天井で働いてる男性と5時までで仕事をやってる女性だったら絶対男性の方が差がついてしまいますね。どうかな、単純に時間が長いですね。そうですね、それによって差がついて、それによって昇進まで響くとなると、まあ、さすがに女性にとってはモチベーションを維持するのは今のままだと難しいところってあるんじゃないかなという気がします。検証はどうですか、認識を変えないのか。まあそうですね、逆にこう何時に帰れるっていう企業に人気が集まるようだったら、それはそれでいいなという気もするんです。岡宮さん、どうですか。岡宮さん、何かご意見。あ、私ですか。今の、まあ、こういったのまで聞いて。ああ、全然私は自分の。ああ、全然じゃなくて、はいはい。半分でもそんな感想というか。はい、感想ですか。もう自分の番で喋るっていう。喋っちゃいそうな。ああ、はい。構わないですか。まあまあいいです。はい、どうぞどうぞ。はい。私も先ほどの竹内さんとかの話ですとか、他の皆さんからポツポツあるようなキーワードを共感する部分なんですけども、ちょっと語弊が、あんまり声大にしてると語弊があることかもしれないですけども、男女平等、まあ、最近ですとあえて男女平等っていう、他にも男女平等参加となってますし、そういう意識も あるのかなと思うんですけれども、本当に、まあ、大きく分けてしまえば男性と女性と、まあ、いろいろ違うわけじゃないですか。でそのやっぱできることと女性だからこそできることがあるし、まあ、男性だからできることっていうのは、まあ、むしろ女性だからできることの方が多分特化して、まあ、それは皆さんの出産だったり育児だったりの部分が一番わかりやすいことであると思うんですけれども、ですからそこを平等っていうふうな概念ばっかりでこう社会であったり企業であったり、企業さん個人個人も考えてしまうと、やっぱそういうことだとか、その男性目線だからより無理があるっていうふうなことを通じると思うんですけれども。やっぱりその女性だからこそできることで、女性目線だからすごくこの社会にとって役に立つ、あるいはそのまあその企業の商品開発とかだと、まあ、女性目線で作らないとどうしようもないですし、ですまあそういう女性向けの企業さんである女性がとってやって当然しかなくてその効果もあるでしょうし、ですからその社会としてやっぱりその2つの物差しというか、まあ、2つだったり3つだったり、まあ、男性の活躍するできるところの物差しがあって、なので女性が活躍できるところの物差し、女性のその生活だったりその、まあ、私生活とかも含めた時間の制約だったりそういった部分も含めての女性のための物差しがあって、ね、まあ、その上で、まあ、両方の重なる部分の物差しが あれば、それこそやっぱり平等にこう社会ができるんじゃないかなというふうに、すごくな精神的な分類とした話ですけども、こんなところがありました。やっぱりそのとにかくやっぱ女性のね、強みだったり、そういうなんか社会進出したいっていう方についてはそれを最大限後押しできるような、そういう社会として有効にこう活用できるようなことが一番大事なのかな。もちろん家事をしたいという女性であればちゃんと家事ができて、それが評価される仕組みでいるんだというふうに思っております。それで、まあ、何か、まあ、私もその経営者ではないんですけれども、まあ、比較的その組織の中で、まあ、雇う側に近い立場からすると、まあ、面接して求人を出して面接をして新しい人を雇用する場に立ち会うんですけれども、まあ、男性女性で関わるので、やっぱその大企業だったりですかもしれないですけれども、中小零細企業であるとかその会社の事情であったり、今現時点でいる数名の、まあ、雇用であったりその生活がかかっている中で、限られた資本の中で、まあ、人材をこう獲得し
知ってる人にやっていかなきゃいけないっていう中ですと、どうしても、まあ、その事情が分かっていながらも、まあ、女性に限らず男性でもあのいろいろ、まあ、それぞれの私生活のことがあるので、あの違いにこうあのこちらの都合で取ることもできますし、それぞれの方の、あの生活のことも考慮した上でのことになってしまうと、まあ、あの女性のその育休ですとかそういうことに直面したことは今まではまだない状況なんですけれども、おそらく、まあ、なかなかその会社の経営の方のやりくりと難しい選択をしなくちゃならないのかなっていう部分はどうしても出ていってしまうんじゃないかなと。このぐらいの中小零細企業のケースでいうと、まあ、大企業であれば、まあ、例えばその企業の中の施設サービスとしてその保育所みたいなところを設けて、その育休取る代わりに、まあ、あの継続して働けるように、その会社の中の施設に、まあ、通勤してくる年寄りがつくというようなことにできるでしょうし、実際はそういうことをやってらっしゃるあの会社さんも、まあ、海外とか国内とかあるでしょうし、まあ、大企業で体力があるというところであれば、そういったところを自社でどんどんしていくようなことも可能かな、まあ、そういう制度だったりも作って、それをこう後押ししていくようなことも可能かなとは思うんですけれども、なかなかやっぱり中小企業のことで言うと、どうそんなことがあるじゃんっていうのが別条だと思います。まあ、一方で、まあ、その自社でやるのは当然それだけ、しなくてはいけない部分もありますし、難しい部分もありますけど、何かその福祉的なサービス、先ほどからもあるように、何かその場を作って、施設を作ってというところ、それが個人個人で契約というか、やり取りをするだけの場ではなくて、まあ、企業がまあ、そことも提携ができるような形にして、で、まあ、うちとしてはそういうところとそういう福祉施設との提携もあるので、うちに入ってくれるのであれば、まあ、お子さんがいるのであればそこを利用できますよみたいな、まあ、その選択肢はないのかもしれないんですけれども、一応受け皿としてそういうお子さんを預けていただけるような通勤に支障のないところでちゃんと預けられるような環境の中でそういう場がありますよみたいな、まあ、体制が取れれば、まあ、会社としては雇いやすくなるでしょうし、その働きたい雇われる側の方にとっても、まあ、安心でありますし、またその個人でもこの会社に勤めたいんだけども、そのためにはもうなんか保育園どうしても自分でも決まって落ちまって探して、それで、ね、自分の責任で連れて行って、でそれでもう何とか遅刻しないでみたいなしとかっていうのにこう追われるよりも、はもう会社がある程度その提携策としてそこの場を担保してくれてるんだっていう、何かそういう仕組みがもし出てるのであれば、そういうのじゃないかなと感じました。ありがとうございます。何かコメントございませんでしょうか、皆さん。いいですか。あ、どうぞ。民間企業、僕うちも民間企業で30名程度の小さい会社なんで、もちろん言ってることは重々よくわかるんですね。人一人取るって大変なことで、うちもプログラマー採用しようと思っても、やっぱりフルタイムで働ける人と、例えば週1回しか働けないプログラマーを言われたら、当然フルタイムで働けるプログラマーが欲しいです。でもまあそれはまあ確かにその通りなので、いきなり中小企業にこうしなさいって言ったってできないのは当たり前であって、でも国の方針、国とか自治体の方針としてこういう方向に時代が変わっていきますと、徐々に緩やかに変わっていきますなので、準備してくださいって言われたら準備はできると思うんですね。で、むしろ準備をしていかないと、ゆくゆくは一人もお宅には来なくなっちゃいますよと言われると、うちとしても準備していく必要があるんですよね。もうそういうふうに受け入れる体制をちゃんと整えて、例えばその週フルタイムは無理でも週2日だけどちゃんとキャリアを育てる優秀なプログラマーの女性が来たとなった時にはやっぱ欲しいんですよね。
どっちかというと国としてはそのキャリアが、さっき言われたキャリアが切れないように、あの子育て中であっても週1日2日がちゃんとプログラマーとして継続的にやっていけるっていうのでは、多分キャリアが切れなくてプログラマーとしてもしっかり育つはずなんですよね。そういう人が出てきた時にうちとしてはもちろんちゃんと取っていきたいし、そういう人を取っていかないとうちになんか誰も来ないってなるとうちはもう困っちゃうんで、まあ、ちょっと緩やかにその政策で方向性をつけてあげて、自治体も、まあ民間企業もゆっくりと準備していくっていうのがいいのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。他ございますか。まあ、私ってね、その先ほど花子さんおっしゃったところで、その保育所が、まあ、事業所内保育っていうんですけども、まあ、我々医療福祉の世界もそうなんですけど、まあ、介護職員や看護職員なかなか集まらないんですよ。それで病院を選ぶときにやっぱり私も実は採用逆の側になってますので、やっぱお聞きしたら、やっぱりその事業所内保育、預けられるところがある病院を選ぶと。で、徳島県内も医療関係で大きな、まあ、名前言うとはいけないんで、病院系は必ず事業所内保育がくっついてるんですね。ですが看護師さんが夜勤、24時間対応で、夜勤があっても、日勤帯であっても対応できるといったような力のある大きな病院はそういったことができるんです。で、竹内さんや山田さんおっしゃった通り、まあ、うちもそんな大きくないので、その事業者の保育も一度検討したことが正直あるんですけども、やっぱり、だいぶ緩和されても、やっぱり事業者の保育とかを作ろうと思うと、やっぱりスペースがいって、設備投資、人材投資がいると、それと基準が意外と高いと。で、最近数年前から徳島市内でも、そのじゃあ一つの事業所を我々中小零細で作れないと、だから中小零細が5つぐらい集まって1つの、事業所内保育を作って、その5つの、勤務されている、職員社員は通えるよといったようなのも、徳島の確か薬局のグループでされているところはすでに始まっているというようなことをお伺いしております。ですから大変、村尾さんが言ったその中小、もうあれ中小企業としてはね、本当に、まあ、岡田さんとかね、ぜひ作っていただいてね。これいきなりどうは、そのあるカラーズのパーフィンダーナショナル、うん、保育園、保育園があるんですけど、そこはその中小企業者の人が集まって、うん、事業所内保育所っていうので、うん、作ってるのを一応参画はしてるんです。あ、そうですか。なので、まあ、そういうのが広がればいいなっていうのを思いつつではあるんですけど、はい、ぜひね、そういうのもね、まあ、経営者側さんはじめね、やっぱりそういうのを進めていくね、施策としてはいいんじゃないかなと、僕は個人の意見ですけど、思いました。ありがとうございます。では山下さん、お願いします。問題はあれなんで、はい、まあ、感想でも何でもいいです。はい、そうですね、皆さんいろんな意見で言うことがなくなってきたんですけど、そうですね、まあ、私、まあ、まあ、土木の分野で、はい、ありがとうございます。まあ、昨年の夏にですね、大学のこの同級生と、まあ、飲む機会を面白いことしようと、そんなっていう話で、まあ、土木やからなかなかね、女性がなかなかこうあんまり参画しにくい分野であるんですけど、なでしこパトロンみたいなね、やられてるという話を聞いて、まあ、そういった話があって、やっぱりこう男の世界なんで、やっぱりこのね、例えばこのトイレが汚いとかね、まあ、やっぱりこうね、やっぱりこう、道具を大事にしたいとか、まあ、こういうのを、まあ、女性の目でこう実践していくというところで、まあ、新しい風を取り入れるみたいな、そういう取り組みみたいなんですけど、確かにこう、なかなかこうね、男性社会なんで、なかなかこう、全部が全部っていうわけではいかないんですけど、まあ、例えばこの女性ならではの器用さとかね、そういうのもあるんで、例えばオペレーターで、まあ、以前テレビ見たんですけど、で言うと、やっぱり操作は女性の方が繊細な感じとかね、とか、まあ、そう、想像でこう活躍できる場もあるんで、まあ、みんなもこう、独立技術者を、なんか2倍に5年に増やせる目標を掲げとって、まあ、独立の分野でも、女性が活躍できたらいいなと、私は思っています。すみません、感想を。え、ありがとうございます。はい、今のコメントをいただけるのが僕の耳に、はい、そうです。私実は建設工学科出身なので、はい、お願いします。がっつり土木なんですけれども、その記事私もなんか新聞で拝見しました、で、面白いなとか思ってたんですが、まあ、それに加えて土木イメージですよね、まずは、なので、これにこう書かれているように、なんとか作りなんとか作りなんとか作りっていうのがこう
挙げられてて、それぞれ項目挙げてくださってるんですけど、やっぱりなんかそのちっちゃい時からの教育とかイメージ改革のためのなんかっていうのをやることも必要かなと思ってます。で、日本ってその土木だけじゃなくって、あのこれはいいとこからってお話なんですが、弁護士の分野でも2割くらいなんですね、なんか多分民間の女性は。で、ちょっとアジアに顔を向けると、ある国では、逆で、8割が女性で、弁護士さんの8割が女性でとか、7割が女性でっていう国がこう議論があるみたいで、それってなんでこうなって日本だけこうなってるんだなとか、まあ、逆、そのバランスもすごいですけどでもなんかなんでだろうなとかって思うときに、やっぱり教育とか、みんながなんかこういうふうにするのが当たり前とか、どこかちょっとなんかあの汚いとかっていう、なんかしんどいとかっていうのが、当たり前みたいなこうイメージをつけちゃってて、そういう目で見てるのか、サポートの感じをちょっとずつでも変え、そうね、あの対応のパトロールみたいにして、あの少しずつでも変えていくようなこう取り組みが、うん、この納得作りの中にも、まあ、教育ちょっと言葉出てますけど、やっぱりその教育は大事かなとか、イメージが変えたのか、ちょっといやいや、あの弁護士の話なんですけど、その、会計士とか税理士とかも意外と、まあ、女性少ないんですけど、もっと増やしていいかなっていうのがあって、うん、で、それこそその資格を持ってた、まあ、保育士さんもそうかもしれないですけど、保育士はある程度制約されるかもしれないですけど、会計士とか税理士とか弁護士とかって、もう自分の時間で仕事できるし、ある程度そのイニシア仕事っていうか職業なんで、もっと税理士、女性の税理士とかもうバンバンいてもいい。そしたら多分企業とかも、その今だったら男性の税理士に相談しないといけないとなると、ちょっとなんか気が重いし、だったら女性同士で税理士で話ができて、友達感覚で起業していけるみたいなところがもっとあっていいんじゃないかなと思います。なので多分税理士取らなくても、税理士の勉強をしているだけでいろんな職場の、選択肢も増えるし、いや、いるんですよ。で、多分比率としてはいるんですけど、なかなかどうなんでしょうかね。徳島で開業される人が少ない。結構その都会の方の大手の税理士事務所とかで働いちゃってるケースが多かったり、でもすごく女性税理士を伸ばすってすごく嫌な企業幹部。ありがとうございます。はい、まあ、職業のね、その独立化するにスポットを当てていくという方向性というのがやっぱりね、これから大事だというふうに感じます。ありがとうございます。最後、石井さん、お願いします。最後に、皆さん、お話を聞いて2点ほどなんですけど、まあ、私は教職員の決定の話があるんですが、福祉さん、あと、まあ、保育だけじゃなくて介護の問題とかもちょっとあるかなと思いまして、で、まず保育士さんからなんですけど、公立の保育園って、まあ、ほとんどのところがもう県内でもあるのかと思うんですけど、実は半分ぐらい多分臨時職員だと思うんです。で、募集かけるんですけど、ほとんどなかなか集まらない状況で、で一つ問題、私が思っているのは、賃金が安いので、働くのが結構きついと思うんですよ。一家家庭で子供さんいるのも大変なのに、十何人も一気に見て、で、親御さんとかもこうちょっと、でクレームって言ったら失礼ですけど、増えていって、で、友達とか見てても、どんどん辞めていってるんですね。で、周りで資格も出るんですけど、全然違う仕事をしている子がいて、で、辞めた理由に、賃金が安い。それと、やっぱり
女性だけの職場でまた難しくなって、で、あの法律とか、まあ、私立関係なく男性の保育士さんになりたい人なんか増えてきているとは聞いてるんですけど、ただこう職員 の, あの男性の方のお手洗いがないとか、こうちょっと設備が整ってないとかいうのをちょっと聞いたこともあるので、まあ、ちょっとハード面から整備するとか人事とかも大事なのかなと思いました。あと一つちょっと町の自慢になってしまうんですけど、板野町は女性の管理職が全国一位の高い割合残っておりまして、知らなかった。私知らなかった。知らなかった。実は多分トップも知らなかったと思うんですけど、あのなのでうちは目指したわけじゃないんですよ、ね。何パーセントとか全国一位を目指したわけじゃなくて、気づいたら多分こうなってて。で周りからなんでなんですかってよく聞かれるらしいんですけど、理由は多分よくわからないんですけど、ちょっと今お話を聞いてて思ったのは、多分もう女性の先輩が頑張ったからだと私は思ってまして、で、まあ、女性だけで頑張ったのって多分こう男性が女性の意見とか聞き入れる耳を持っているとかコミュニケーションをすごく取ってるんじゃないかなってちょっと振り返って思ったので、はい、ちょっと感想みたいになってしまいましたけど、はい、以上です、はい、ありがとうございます、うん、まあ、ぜひそのね、ちゃんと一番ならそれを逆に徳島のモデルとして、はい、逆にね、うん、各市町村自治体にあり住むというのが一つの、ね、方向だと思います、うん、はい、他、コメントでしょうか。全然いや、管理職なんです。石井さんの管理職全然違う全然変えて管理職やなもんな。自慢したい。逆に自慢した方がいいと思いますよ。逆に、はい、今全然知らなかったし、はい、逆にそういうね、こういうあれが今時代の流れですから、逆にすごいアピールした方が板野町また徳島があるようになるんじゃないかなと個人的に思います。はい、他コメント他ございますか。頭悪い質問ですけど、あのなんで保育士さんってお給料が安いんですか、なんかそんだけ足りないって言われて求められてるんだったら上げりゃ済むじゃんってこう思う、需要と供給のバランスだけなんじゃないかと思うんですけど、なんで安いんですかね、誰が決めてるんですかお給料って。あれは高いですよ、誰決めるんですか。またこういう難問を言ってね、今一貫だったら勝手に上がると思うんですけど、私立はそうかもしれませんけどね、行政高いさんどうなんですかね。まあ、公立もそうですし、まあ、認可保育所だったら、まあ、国の方からもお金が出ます、まあ、それに対して、国県市町村もちょっと割合で飛ばしてしまいましたけども、まあ、公費の方から出ますので、その単価は決まってますので、まあ、それが上がるっていうことは、当然税金にかかる金額も上がりますし、まあ、あと、まあ、利用者負担もあるんで、まあ、そこらでも兼ね合いがあるんで、まあ、どうしても、人件費が増えると、まあ、そこを上げざるを得んとは思うんですけども、そこを上げるっていうことはやっぱり、まあ、そこの費用を上げるっていうことなので、まあ、そこは国の施策としてどこまで上げるかっていうことになってくるのかなと思います。だから一つ聞いて、あのこれは社会保障関連費の中で介護もある全部一緒なんですよね。あの介護は、まあ、介護保険があるので、まあ、制度としては多分介護保険料、うん、介護は介護保険料と、あと、まあ、国のお金が入って、まあ、半々っていうような仕組みだったと思うんですけど、まあ、保育所っていうのは、あのこんな保険とか保育制度がないので、まあ、全てのこう、こういうとおりと、あと、住所か。住所か。ちょっと仕組みは、あるとはまた違うと思います。わかりました。保険が入っているので、もうすでに今の時点がバランスの取れている時点ってことですよね。それをもっと給料を上げようと思うと、公費は限られてるから。処遇改善、よく言われるのは、介護にしても、公費の処遇改善ということで、まあ、介護だったら処遇改善加算やるので、公費の加算ということで、公費を入れるお金を増やして、処遇改善しようという施策もあるので、まあ、国の入れるお金っていうのを、公費の入れるお金っていうのを増やすことによって、まあ、処遇改善さんがいるというふうにはなると思います。あのすぐしてる状態で我慢しなさいっていうのか、その保育料をもっと上げるけど我慢できるのっていうのか、税金増やしてもいいのっていうのか、まあ、要はどっかを崩さないと今のバランスってことですよね。
どうですかね、この、まあ、社会保障の法律で言うと、まあ、さっき介護のことちらっと言いそうだったんですけど、石井さんが多分ね、まあまあ、晩婚化が始まってその、まあ、高齢出産になりつつあると、そうすると次の世代に、まあ、なると子育てと高齢者のちょうど両方見ないかん世代なんですよ。これなんかね、あの、まあ、これ社会的に多分皆さん視点で知ってられると思うんですけど、だから両方考えていく世代に、まあ、突入してくるかなというのが自分の世代なんですよ。だからやっぱりその子育てと高齢者の介護の問題というのはやっぱり同時にこの男女共同参画の中でも考えていくべきだなというのが本当はもっと議論したかったんですけども、そろそろお時間でございますので、次回に次回じゃないけども、あと最後なんかこれだけはちょっと一言言いたいというご意見あれば、皆さんそうそう時間です。保育士さんの給料の話なんですけど、はい、男性保育士さんが少ないっていうのはやっぱり給料が少ないから、まあ、その生活していけないっていうのもあって少ないんじゃないかなと思って、私も上げは、ね、難しいかもしれないですけど、どこかで上げていただきたい、それが一番少子化につながるんじゃないかなと思って、で預ける方もやっぱりあの給料が少なくて最初のね何年間か頑張っている20代の若い保育士さんしかいない保育園よりはやはり自分も出産子育て経験したベテランの保育士さんがいらっしゃるところがやっぱり安心です。そこに人気が集まる、見るたび見るたび先生が変わって毎年毎年新しい先生、若い先生ってなるとなんかちょっと大丈夫なのかなっていうのもあるし、あのやっぱりまあその子育てが全てではないんですけど、自身が経験している先生の方が扱いのがうまかったり、うんするっていう部分もあるので、なるべくそのすぐ辞めるんじゃなくて一生続けてもらえるような仕事になってほしいなと思います。そうですね、やっぱりあの魅力あるその保育士の仕事なので、まあ、お給料もそうだし、先ほど太郎さんのおっしゃった職人とかそういうのもいただきましたので、まあ、ぜひその視点をまた上に上げて頑張っていきたいと思いますので、はい、他ございませんか。よろしいですか。もうあと言い残したということはありません。岡田さんいいですか。最後ちょっとあ、まあ、どうぞ。あ、いいよ。どうぞ。たまたまあの吉本のパパ芸人というのがありまして、で、まあ、そういういろんな パパとして の立ち振る舞いみたいなのを芸人がなんかこうマークしゃべってくれるんですよ。そういうのをなんか読むのになって。ああ、そうですね。それだけです。ああ、いや、ぜひね、そういうのね、してフォーラムじゃないけどね、なんか読んで、あれする一つの方法ですね。ありがとうございます。それでは、そろそろ、お時間でございますので、まあ、意見とはまだ多分、ただあると思いますので、それはまた、やりたいと思いますので、それでは、このあたりで、意見交換会を、お時間がございますので、終了したいと思います。じゃ最後、事務局さん、何かございましたら、お願いいたします。本日の会議録ですが、事務局でそのままの上、皆さんにご確認いただき、県のホームページに掲載させていただきます。また、冒頭は副会長から申し上げたとおり、この会議の模様をビデオ撮影しておりますので、これも同様に公開させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、先ほどの事務局の説明の通りとさせていただいて、皆さん、よろしいですね。まあ、今日、ビデオ撮影、あれね、アップさせてもらいますので、よろしいですか、皆さん。いいですね。はい。それではですね、以上で議事すべて終わりでございますので、本日の議事を終わらせていただきます。議事運営にご協力いただきましてありがとうございました。以上をもちまして本日の若者クリエイティブ会を閉会させていただきます。皆様ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと滑舌が悪くなっちゃった。